本日は、今日から韓国2泊3日の旅ということで、ただいま福岡国際空港にいます。前回の動画で韓国パッキングしてると思うんですけど、今回は眉アートをしに行くってことで、私と妹と、2人でね行くんですけど、今時刻が朝8時ぐらいなんですよ。で、8時50分ぐらいの飛行機でもう荷物も預けて、じゃあ検査場入って中で待ってよっていう話をしていたんですけど、なんと妹が急に、あ、スーツケースにあれ入れっぱなしだったって言って、ちょっと自分で手元に持っておきたい荷物を預けた直後に気づき始めまして、それを今ただいま待ってるところで急遽動画を回しております。もう本当にまた初っ端からいろいろ不安って感じなんだけど、大丈夫かな、間に合うかなっていう登場にね、中でちょっと待ってて朝ごはん買って食べようかとか言ってたのに、今ちょっとそれをもう本当に申し訳ないんですけど、やらかし女があそこにいます。今日はね、もうめっちゃナチュラルにしかメイクしてない。ちょっともう髪ボサボサやけど、気をつけて韓国の方向かいたいと思います。本当に行ってきます。最悪。色を着用のサインがつきましたら、無事乗れました。ベルトをお締めください。救世酸素マスクです。酸素が必要は、はい、というわけでいろいろありまして、無事に、水木先生たちと合流をしまして、ただいま移動しております。韓国に到着して、eSIM のやり方がいまいち私も忘れていて、なかなかならないっていう大事件で、1時間ぐらい戦いました、姉妹で。でもそしたら水木大先生たちが来てくださって、教えてくださって、たったの5分ぐらいでつながりました。はい、ちゃんと学ばなきゃいけないなっていうのを大反省して、韓国旅が今スタートをしておるんですけども、とりあえず、今からは、その眉サロン、アートメイクのサロンに私は向かいます。弟妹たちは、別行動でなんかいろいろ買い物したりカフェに行ったりとかするみたいなので、とりあえずすごい雪降ってるからね、まさかのめちゃくちゃ寒い。皆さん、久しぶりです。今日もうめちゃくちゃゆるゆる系の、ゆるやね、めちゃくちゃ幼馴染、幼馴染じゃないね、もうほぼ家族みたいな、グループなんですけども、あのグループライン名、韓国家族韓国家族、兄弟です。韓国兄弟です。韓国兄弟で、ゆるっとやっていきたいと思います。はい、年ぶり、17年ぶりの、バイバイ。じゃあ気をつけて次の場所向かいます。行きます。 GO!ただいまカフェに向かってます。とりあえずサロン前にまだ時間がありそうなので、一軒カフェにまた行って眉毛していきたいと思います。大丈夫そうかな、こんな感じで。
いってらっしゃいませ。バイバイ。また後で。またね。いってらっしゃい。ドキドキ。というわけで到着しました。はい。JR 版タッチ。JR 版タッチさんで初のワイワイとやっていきたいと思います。はい。緊張。ドキ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 。かわいい。うん、めっちゃおしゃれ。かわいい。かわいい。めっちゃおしゃれ。めっちゃおしゃれ。かわいい。めっちゃおしゃれ。かわいい。テンションが上がるね。うんうんうん。かわいいじゃない。ここら辺が眉毛のですね。めっちゃ綺麗。いろいろあるね。すごい。そうそう、可愛くない？鍵になってる。めっちゃすごい。で、回してちゃんと使い切れるようになってる、うん、そうそうそう。どう？香り。めっちゃいい香り。いい香り？めっちゃ好き。可愛い。で、マイマスカラもしてる。で、マスカラも。はい。はい、もうヘアカラーの時とか最近初めて。いい状態ですよ。いい状態かな。はい。皆さん麻酔中です。すごい状態よね、絶対。え、かわいい。ずっとそれで。ちょ、旦那さんに見せたいわ、その姿。送っとこう。旦那ーって。旦那さん、見てますか？愛犬の犬にもじゃ見せとこう。ペンちゃん。今、ただいま、10分ぐらいは経ったかな？うん。もう10分は経ってると思う。10分経ってます。ちょっとね、ピリピリ若干する、うん、感じはあるけど、まあなんか別にそんなすっごい痛いとかはない。すごいね、なんかいろいろ相談させてもらって、もともと私が形がカーブの形してるんで、なんかあんまりがっつり平行にしない方が顔の形に合ってるって言われたんで、ちょっとカーブを、うん、と平行が混ざった形で行くことにしました。シャドウっていう技法でするみたいです。もう本当に私はわかんないんで、日本人のスタッフの方がいるんで、いろいろ相談に乗ってもらいながら私に合うのを教えてもらって、めっちゃ安心してカウンセリング受けれたので、多分寝ます。施術中、はい、あ、施術中に寝ます。施術中、言えない言えない、ね、寝ると思います。ありがとうございます。どうなるんだろうね。変わるのかが楽しみ。もう全然形、本当にもうこの元の眉毛あんま好きじゃないから、全然変わっていいって思ってる、うん、全然変わってひなが帰ってきます多分。はい、じゃあ施術です。大丈夫、こんな姿見せて。めっちゃ綺麗。ちょっと近く寄っていいですか？こうした方がわかるです。わ、めっちゃ綺麗。正面向いてみてください。うわー、よき、超綺麗。またここからちょっと細くなって、うん、薄くなっていくみたいな感じなんで、うん、はい。
いい感じです。楽しみ。終わりました。こんな感じでございます。すっごい形綺麗ね、ね、めっちゃ綺麗です。まあ、こんな感じで、これがさっきも言ったようにちょっとね剥がれていくみたいです。で、なんか今こんな感じだけど、これがなんかもっとナチュラルになっていくみたいなんで楽しみ。え、でも本当に形がすっごい嬉しい。しかも今私メイクしてないからね、すごい多分普通に意外と馴染むのかななんて思っております。はい、ちょっとまた後ほど撮りたいと思います。はい、おはようございます。本日2日目ということで、ただいま、ハンナムドンに、来ております。いろいろカフェとかセレクトショップとかを回ろうっていう話をしているので、今なんかいろいろ洋服屋さんにちょろちょろ入っている段階なんですけども、今日眉毛ちなみにこんな感じです。なんかお家でも撮ったんですけど、なんかお家より外の方がわかるかなと思って、ちょっとね外で撮ってみております。今眉毛何もしてなくって、クレンジングが1週間ぐらいできないので、石鹸オフできるような日焼け止めベースと、まあ、チークとリップとしか今日はしてないので、サングラスとリップっていう、スタイルでございます。私だけ今日こんな感じなんだけど、今日ゆるゆるでゆるゆるコーデということで、はい、じゃあちょっとまたいろいろ買い物カフェを本日は楽しみたいと思います。前髪入れました。はい。もう風邪でボロボロになったからもういっか。飲みましょう。飲みます。めっちゃ分けてくれた。ありがとう。ありがとう。ソーセージ、ソーセージめっちゃ美味しくない、うん、これなんか10個ぐらいでそう、うん、ヤミ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 。もう一軒お洋服屋さん行ってから、デパートヒュンダイソウルに行きます。はい、イエーイイエーイ。お、OK、弟店さんか。
はい、というわけでハンナムドンでめちゃくちゃ爆速でお買い物を楽しみました。はい、で多分今からめちゃくちゃ買い物に集中すると思うんですよ。っていうのも、うん、前回韓国来た時にも行ったんですけど、日本語で現代ソウル、うん、かなっていうのかな、現代ソウルだ日本語で、だそうです、現代ソウルということで、もうそこが本当に何でも揃ってるので、もうそこに行けば基本お買い物できるみたいな感じなので、うん、まあ、外も寒いのでそっちに、もう今から向かいたいと思います。でもう夜までそこでブラブラ買い物して、夜ご飯を今日はタッカンマリを食べに連れてってこられるということで、私意外と初なんよね。そうよね、うん、タッカンマリは初めて、韓国で食べるのは。なんか逆にさ、前髪あるより出しとる方が意外と自然やった、うん、自然めっちゃ出しとってもね、うん、はい、じゃあとりあえず迎えたいと思います。はーい、ギュン、来ました、今からお買い物するよ、じゃらーん、これは美味しいです、最高に大好きなのでまた食べてきました。一旦腹ごしらえします。すごーい、やば、メリークリスマスがいっぱいいるよ。このチンハルメッタカマリーズカのお使いをしました。水木大先生にプレゼントをしたいと思います。2人で行きました、じゃらーん、いちごミルクパテです、イエーイ、バイバイ、ありがとう。というわけで、ただいまインチョン空港に着きまして、もう全部検査も終わって、2階にあるフードコート的なところでお昼ご飯かなを食べに来ました。私はなんかプルコギですね、ビビンバで、妹はスンドゥブを頼みました。あ、ちなみに3日目の眉毛は今こんな感じ、本当にめっちゃ綺麗、まあ、なんか多少ね、やっぱまだ濃いけど、でもなんかそんな本当思ってたよりよね、うん、でも今日からは顔水に濡らして全然 OK なんで、普通に顔洗ってみたいな感じでした。とりあえず早めに空港に着くようにしてたので、まだ余裕2時間ぐらい搭乗まで、食べてちょっとブラブラ、うん、なんかいいのないかちょっと見てって感じで、ちなみにもう早速キャップかぶりました。はい、そして今日はこれを着てます。はい、じゃあ食べます。はい、というわけでご飯食べ終わりまして、いろいろ免税店とかを見てから、もう今搭乗口に来ました。もう飛行機に乗ってこれからお家福岡ですねに帰りたいと思います。またなんかいろいろね、眉毛の経過とかも他の動画とかでお伝えできたらなと思うんですけども、一旦これにて、終了でございます。なんかいろいろあったけど本当に楽しかったです。もう水木先生には今回もたくさんお世話になりました。
またねちょっと、帰ってからも何かでいろいろお話とかできたらなって思います。写真とかはインスタの方に上げたりするのでよかったらまた見てください。はい、じゃあ飛行機に乗ります。ではバイバーイ。To be like that.